ちょっと待ってください。あ、いや、関節の矢野選手が、おお、そっちのけで、ああ、吉橋のもとに駆け寄ります。え、違う違う、え、何やってんの、何やってんの、なんで今コーナー外すんだ、何をしてる、意味が分かんない、え、意味が分かんない、大丈夫か吉橋って言うのが、コーナーパットを盗みながら吉橋の戦いに対してねぎらいの言葉を、一番意味分かんない行動してますけど、このシリーズあまりコーナーパットを盗めなかったから、まあイライラしてるって言ってましたからね、ここぞとばかりに空気が読めてない、はい、一番はい、というわけで、いや、というわけでこのような激闘なのに非常に申し訳ございませんが、私に一言二言、いや、二言ほどお時間をいただけますでしょうか。お前は雑誌の記事やと、私のところはこの数日間来る日も来る日も、私がコーナーバットを外してはこいつがつけ、外してはつけ、外してはつけ、外してはつけと繰り返してまいりました。さあどう、イライラしたでしょう。だがしかし貴様の倍、いや、100倍、いや、1000倍、1000倍、いや、2000倍、俺の方が、いや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 してたんだよ、バカ野郎。というわけで、この状態、そうのコーナーパッドルールで、11月7日大阪 KOPW を争うじゃねえか、この野郎。めちゃめちゃ自分に有利なルール提案した。今さりげなくルールのこと言いましたよね、はい、ああ要はこうなるんですね、はい、11月7日は何をしてるんだ。痛い痛い、何をしてるんだ。痛い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 痛ノーコーナーパッドルールって言って僕も聞こえましたね。なんかそんなようなことを言ってましたね。でプレゼンしたってことは、まあ、このような状態でリングを試合するってことですね。戻ってきた、戻ってきた、ああまたまたちょっとトロフィーか。え、もう解説席来ないの。いや、それそうだ、これ大石選手正しいだ。いやいや、Oh, you want a no-turnbuckle match, do you? Yeah. Okay, dickhead, 大丈夫。お、オーケーって聞こえました？はい。飲んだんですかね、あのルールを。なんかもう、早く片付けてしまいたいから、むしゃくしゃしてるけど、もういいよ、それで、みたいな感じにも聞こえましたけどね。すごくめんどくさそうにオーケーって言ってましたね。はい。だってこの激闘の後ですから。よく出れましたね。よく出れましたね、本当に空気が読まれている。本日の IWGP100 選手権試合は王座防衛に成功、ザック・セイバー・ジュニア、タイチ組の勝利です。いや、あの、帰ったか、うるせえなやつ、本当に。いや、あの、お前主役じゃねえんだ今、うん、主役はここに立ってこれを持ってる俺とザックだ。ああ、おい、このまま俺らこのベルト持ってうるせえ！
バックステージから叫び声が聞こえました。何かバックステージで矢野選手の声が響いています。なんか言ってんですね、これよく通る声だこれ。あーザックが切れた、ザックが切れました。最悪だぞこれ。椅子を持ってバックステージに直行です。あーさらに騒がしくなってしまいました。お、あ掃除して帰ってきたみたいな感じですね。観客の拍手です。一人ぼっちになったかと思ったよ、びっくりした。意外と寂しがり屋だな。はあ、いいか、このままあれ、なくなったな、ベルト。どこ行った。まあいい。次のシリーズ、俺らこのままベルト持ったままタックリング出てやるよ。ああお前ら全員俺らに勝ちたいだろう。いいよ、全員かかってこいよ。ああそして全員潰した上で改めて俺とザックは最強だってこと、俺とザックはこれからもこの新日本プロレスの中心になっていくことを忘れんなよこの野郎。楽しみにしておけこの野郎。これで終わりじゃねえぞ、これが始まりだ。できることならタグリング、もう一度よしあしと話してくれよ。このカニは必ず返すから。俺もまだちゃんと組めるか分かんないけど、まあ、希望は俺も後藤さんと言って、多分あいつらもタッグリーグ出ると思うから、このタッグリーグは必ず俺は返してやる。今日はタイトルマッチダメだったけど、来週からまた始まるから、これで終わんない。次また新たな始まりだから。はい、というわけで先ほど私がリング上で言った通り、11月7日大阪 K-1PW2020、 それはノーコーナーパッドルールで、あいつも承諾したな、承諾したな、承諾したな。ということはコーナー取ったり取らなかったりのイラ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 はもうない。ということは俺の勝ち。いやだ、いや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 、おい、山どこ行った。いやだって、おい、うるせえよ、ちょっとや、ちょっとやだ、あれ、痛い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 、あ、そう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 、おい、山うるせえよ、お前ふざけんなよ、俺らチャンスに落ちて、あんな変なよ、ショーボーイどの気持ってるの、ナウキャンサーでチョイフィー、ショーボーイチョイフィー、あんなの IWGP ヘブリタチャンピオンズ、あんなの構うするねんじゃないか、Disgraceful, disgraceful to attack us after such a beautiful victory。 まあいいよな、ほら言った通りこんなもんだ。ああ、ナンバー、ああやっぱり早かったな、ごめんな、試合終わるの一瞬だったな、お前ら月曜の日来たんだけど、悪いな、四五分で終わったな。試合が終わるのも一瞬、決着がつくのも一瞬、このベルトが俺らに来るのも一瞬だけど、これが渡るのは永遠にない。俺らはこれからも中止になって、タックリーグも、まあ、タックリーグ出てやるよ、このまま全員ぶちのめせばいいんだ。そしたら改めて誰も文句だから、そしてその先にな、俺らのずっと練ってるプランがあるんだ。東京ドーム、そしてその先、最短のプロが必要なんだ。ステップ1、キープ。ステップ2、ウィンタッグリーグ。ステップ3、まだ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 。お前らにはこんなことまだ知らんねえ。だから、俺らには考えてること。そうだ、俺ら、ザックと俺、デスペラだ、カイマル、そして鈴木ミノルも持ってた。俺らが持ってるうちは、何かが起きるかもしれない。No one can stop us. No one can stop us. Yeah, who's going to stop us? Huh? What team's going to beat us in the Tag League? None of them. We win in the Tag League as champions. Then we'll take Tokyo Dome off.
Yeah? Yeah, don't need. Win tag league, no challenges. Yeah. We'll watch. We'll watch. We'll drink. Yeah, それいい。We'll watch the rest of the team win. Yeah. それがいい。そうだ。俺らが全勝優勝すればそれでいいんだ。まあ負けることなんてねえけど、俺らは。どうも休ましてもらう。こたつでみかん食って、ハイボール飲んで、せんべい食って、寝転がってみてやる。てめえらの試合、くだらんの試合。いやまあまあまあ、よしよし。よしよし。お前なんか防衛回線に入んねえって思ってたけど、思ったより一瞬じゃなかったな。5分も持ったから。まあ仕方なく防衛回数として認めてやろう。お前と男が仕方なくだぞ。まあ全然だ。もっと頑張れ。こそ、まあ、何をとお前がこれに挑戦することはないと思う。まあ、さあ今日はもう飲むか。疲れたな。疲れてないな。飲むんだ。して店予約したから。いや、赤身は箸。赤Oh, it's our mojda. Oh, Miranda, Miranda, are you driving first? Ah, thank you, man. Yeah. Miranda, how to do, man? Thank you, Taj. As for you, Jarno, what a disgrace. The IWGP tag titles just defended, and you come in with your pony trophy. Shoupai trophy. Well, the king of pro wrestling. I couldn't give a shit about that trophy. It's going in the bin when I win it. But you want a no turnbuckle pad match? Let's go one step further. Let's take the ropes off. Let's get some piranhas. Let's make an exploding cage death match. I don't care what the rules are. I'm tapping Jarno out in 60 seconds. And he can become a full-time retiree. He can become a full-time commentator because he's a joke as a wrestler.